じゃあ続きやっていきたいと思います。いやー、やっぱなんか来るね、何回見ても、はあ、立ちなさい囚人、主より大切なお話を賜ります。心して聞きなさい。まずは強欲に汚れる者を退けたことおめでとうと言いたいところだが、これは妙なことになったようだ。うん、さあ、しかし感じないかね、何者かの悪意を。不測の事態が起きてしまったようだね。このままでは公正は果たせないまま。しかしそうはなるまい。お前がこの窮地をどう乗り越えるか、実に見ものだ。かなりこれは急か。よし、当分じゃ上がんないんだっけ。またお会いしよう。時間だ囚人、とっとと戻れ。だよな。あれってマジな？顔がもう、友じゃねえよ。双葉がな、思い出しちゃったからな。いい？フロレタリア文学。まあ、しょうねえか。はるちゃんのとこ。ああ、いや、まあそうだよな。はる的にはだって改心させて良くなると思ってやったんだろうから、最後まで心配してたしな。何も出てきませんね。そうですか。我々も予告状以上の物証期待してたんですがね。怪盗団との接点は確定しましたし、これ以上は高望みですね。ご協力感謝します。はい。え、校長室でも出ました、予告状。よし、もう一度聞くけど、お父様から怪盗団のことは聞いてないのよね。はい。どんな些細なことでもいいわ、思うところがあったら連絡ちょうだい。思い出せたらでいいから。校長？私そんなの聞いてない。一体何が。つまり君たちは奥村の命を狙ったりしていない。予告状が見つかった囚人の校長についても別人がやったというのね。はあ、嘘を言っているようにも思えない。騙す気なら
異世界なんて話よりもっともらしい嘘がいくらでも言えたはず。その上私の調べとの食い違いもほとんどないわ。作り話でそんなこと可能かしら。それにわかるのよ、仕事柄認めたくないけれど、でも私の情報から奥村に目をつけたならランキングに名前が出る前よね。無視して別の有名人を狙うこともできたはず。わざわざ探ってまで悪党を追うことにしたのは一体なぜ。シンプルね。別の悪党が実在する確証はまだ何もないけど、君が人殺しをやるような人種じゃないことは信じても良さそうね。よし、行こうか。でも校長と奥村の立て続けの死で世間は怪盗団への見方を変え始めた。潔白の証明に焦った君たちは次の作戦で。どうしたの？まさか投薬の副作用？公安の連中何を使ったの？薬物だろう。びっくりさせないで。ちゃんと真実を喋っているならなんとか最後まで話し切りなさい。信頼できない供述に仕上がるとお互いまずいことになるわよ、はあ、じゃあ話を進めるわ。いよいよ最後の犯行についてよ。わかるわよね、潔白の証明のために君たちが最後に狙うことにした相手、その人物に届いた予告状。手紙の宛名は新島さえ、この私。さあ全てを説明してちょうだい。今はな、うんうん、はあ、ほら、いけんのか。嫌になるね。たまんねえな。ああ。そうや、ペイソツ。どうする？いけるのか。すごいな。うん。戸締まり頼んだぞ。まあ、外には出れん。すいません、お願いします。こんな時だからこそ。ナナ。ああ。本読むか。おい、闇ネットってもうあれなのかな。前作はここ動けなかったよな、確か。こういうとこ動けなかったんだよな。もう増えないか。この辺でも持っとくとチャレンジの時に、やっぱ痛感しましたね。この辺あるとだいぶでかいって。少ないやつちょっと買っとく。うん、即死はいい、即死は。
シアライザー。なあ、本読みますか。お、結構あと3回か。へえ、からくり左近どうだ。うん、うん、器用か。ありがとうございます。カレーとコーヒー。何が起こってるんですか。本当になあ、すっきりした。無責任、まあそんなもんか。そうだよな、責任がないんだから無責任もなるわな。うん、大丈夫なわけねえよな。春のやつ、なんとか大丈夫そうだな。ギリギリだべ。よし、放課後全員集合だ。うん、特定班マダラメ。まあこれで手はずは整ったというわけですな。正義の味方で持ち上げ切って地に叩きつける。では次は彼女。はい、人事に話はつけてあります。かなりの重責でしょうが、彼女としては光栄なのでは。ずっと追い続けていた廃人化事件の犯人そうでしたな、我々が仕立て上げた犯人。おっしゃる通り。うっせえな。うん、春は自分で呼び出してんだし、そのうち来んだろ。まあ一段落ついたって言っても、今はお父さんの件で。って、はあ、何事。私ら奥村社長を殺したって書かれてる。もう始まったか。はあ？怪盗団が引き起こした謝罪会見中に社長があんな顔を晒したんだぞ。だからってあれだけ持ち上げといて一気に人殺し扱い。おついてのひろがえし。事情も知らねえくせに。落ち着いて、まだ世の中の全部が言ってるわけじゃ。だが釈明のしようがない。ハル、ごめんなさい、せっかく時間作ってくれたのに。大変だったわね。もう大丈夫。あのね、気になることがあって集まってもらったの。みんなは校長先生って狙ったの。は？
校長？うちの？うん。どういうことだ？昨日、うちに検察の人が来てね。その、新島さんっていう女性の。それ…その検事さんが言ってたの。校長室で予告状が見つかったって。あんなことがあった直後だもの。校長なんて、囚人以外に考えられない。そんなの知らねえっての！手際が良すぎない？私の気のせいかもしれないけど、奥村社長の件は、なんていうか、事件後の事の進みが早すぎる気がする。どういう意味だ？例えば、真犯人にはめられたとか。マジか！もしや…じゃあ、すぐにでも捕まえないと。待て、俺たちは本当にはめられたのか。真犯人の狙いもわからないんだぞ。じゃあ他にどうしろって！一度落ち着きましょう。春の話を聞く限り、世間だけじゃなくて警察も怪盗団を殺人犯として疑い始めている。安易に動くのは得策じゃないわ。今は普通の高校生を演じるしかない。それに来週から中間試験でしょ。こんな時にテストとか。ったく、双葉が羨ましいわ。双葉？ん？ちょっと気になること。うち帰って調べる。何かしらね。ともかく今はおとなしくして目立たないこと。いい？まあそうなるよな。やるわけないじゃん。マジかよ。あるはずのない予告状。あ、的なあれだけど。三島ってちょっと視野は狭いが、根はいいやつだな。期待を裏切ってやるなよ。うん。にしても、ニントもカントも真面目な学生を予想。おう。どうしよう、道具作ってもらうか。チャレンジがでもこの先どうなるのかわかんねえけど、ボムとかちょっと持っとくといいかな。よし。エキューキーピック、これな、せっかく2個になったのにな、無駄に。ドロン玉でもあった方がいいっすね。俺結構捕まっちゃうんで。100ダメ。メギドですか。サイコボム。あー、この辺がないのか。ん？
そっか、分けてちょっとやりたいんだけど無理か。じゃあね、これをこうして作ってもらう。はーい。先生、サイコボム作ってくださいって言うのかな。はい。真面目。本読むか。なあ。本読、そうだよな。本読み終わったら俺どうすんだろうな。夜こういう時間、外に出られない時とか。どうしよう。ゲームとかやりまくるしかないな。時間できすぎんのも問題ですな。ああ、とりあえずこれいくか。ちゃんと自分は見れないのに付き合ってくれる。いいやつ。はーい。ありがとうございます。こんな感じで増やしていくか。結構大事なんだよな、このバトンタッチの。いや、普通こんな早く、相当無理してるだろう。あー、もう少しでなんかちゃんとした父ちゃんに戻ってね、従業員ともなんかうまくいってたんだろうなと思うと、待ってるの方がいいかな。あんまり春のやつ、こんな時に周りの心配しやがって。見えねえだろう。手の開く。まあ。描いた絵の通りに進んでってんだろうね。どんどんでもなんかあれだね、比率が。こっちはこっちで。なんかそうだよな、綺麗すぎるんだよね、うん、流れが。出頭はダメだ。
確かに渋谷の地下、元傭兵の殺し屋、ホームレス、あいつか渋谷の地下って、なんか段ボールのとこにいるやつだよな。桐谷陽平、ゴミ箱に殺し屋を笑う、勉強か。あ、どうしようかな。いい時間だな。一旦切りますか。